何これ、やめ
今日は8月15日です。斉藤亮先生お誕生日でございます。なんかすいません、いやらしいわ。それからもうね、すいませんね、もう自分の誕生日アピールするのドラゴンキングじゃないですか。そうかそうか、今日俺誕生日なんだけどみたいな、ね、で自分で言うからね、なんかちょうだいとか言いますからね僕らにね。本当に最低やね。違うんですよね、確かに僕のね誕生日本当だね、ありがとうございますなんですけども、はい、言いたいのはそれじゃございません。違います、違います。どうしました？あの今年2020年もこの8月ですよ、はい、ねえ、何か僕ら一つなんか忘れてきたことないですか？忘れてきた今年、皆さんも多分お気づきかな、もうなんかちょっと置き忘れたというか気づきませんか？置き忘れた、あ、ごめん、ね、ヒント出すわ、はい、ドラゴンゲート、はい、毎年7月といえば何でしょう？わかりました。何でしょうか？すぐわかった。わかった。7月17日、吉野正人誕生日。違う、これだいぶ置き忘れた。40歳ね、俺の誕生日の拍手より大きいのやめてくれる？本当当日だから。いやいや、違う、それももちろん大事だけど過ぎちゃったから。過ぎちゃいましたね。違うんですよ、今日8月15日で今から3ヶ月後の11月15日なんと、ね、中心にやってた神戸ワールドが決定しました。ついに決定、やっとやれるまで来ましたよ、ね、しかもその前日には毎年恒例の前夜祭も、まあ、こんな状況ですからちょっとスタイルを変えてね、今検討します、開催も決定してますんで、11月皆さん盛り上がっていきますよ。 OK、 さあそのためにも吉野家かなみ頑張ってもらって、今日も第一試合から最後まで通りも頑張っていきますんで、皆様大きなご声援お願いいたします。
Thank you.
ー